ということから考えると、一つなぎの財宝は最大のうちはクローバー博士の駒あったじゃないですか、はい、巨大な王国の周りに煙そういえばあったなって、宝箱最後は牧野さんに1枚渡して宝箱に回収みたいなね。一つなぎの財宝は〇〇、最終的に一つなぎの財宝とは何か、それはね、小田先生がこの漫画を通して伝えたいテーマは何かっていうところが大きく関わってくるわけですよね。あ、これ先生が書かれた波か。私が書きました。セクシーだな、やっぱりすでにね、大金持ちの小田先生が扁桃腺の手術をしてまで休まずに書き続けようとする漫画で、もう一体何を伝えたいのかという、ワンピースの作品の中には神話だったりとか童話だったりとか、他の漫画作品だったりとか、ゲームもちろん影響を受けてますし、俳優さんとかのね、似顔絵みたいなキャラ出たりしてるじゃないですか。そうですね、レジェンド俳優さんがガンガン出てきたりしますからね。そういうところを見ますと、もうありとあらゆる創作物からいろいろ影響を受けてね、そういうものに感謝してワンピースという作品はできてきたと思うわけですね。ではまずですね、ワンピースの作品でね、セクシー表現、デフォルメしたキャラクターとかそういうのをふんだんに出して漫画業界全体に表現の開放を行った、それをね、ちょっとワンピースでね、やりたかったのかなっていう気もしていました。で、さらに自分が応答作品となることで漫画業界全体へ多様性を広げているというわけなんですよね、はい、ということもあって、自分で映画監修されたりとかで可能性への探求心というのもあるわけなんですけれど、親支配に対する漫画っていうのは素晴らしい理由を与えてくれるものだ、そういうのはね、やっぱりあると思うんですよね。ということからすると、ワンピースという作品で伝えたいのはコミック文化への参加みたいなね、創作物は素晴らしいよっていうことをね、これは伝えたいんじゃないかなっていう気がするんですけれどもね。ということから考えると、一つなぎの財宝は最大のうちは世界を一つにするほど面白い何らかの創作物なんじゃないかなで、ここ表現したいんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、小田先生が伝えたいのは、コミックの素晴らしさ、コミックで人生を救われた人もいっぱいいるよとか、たとえ親に反対されたとしても、漫画はやっぱり素晴らしいとかね、やっぱりそういうことなんじゃないかなっていう気が、やっぱり一つなぎの財宝は、何らかの創作物、絵本とか、映画のフィルムとか、そういうんじゃないかなって、個人的には思っているんですけれども、そういう予想してる方もまあ、いますよね。アンノンさんっていう方が、いつも考察を出してくださるんですけど、その方が言ってたのが、ラフテルには太陽の神ニカっていう笑えるギャグ漫画があるんじゃないかみたいな、そんな感じを言ってたんですけど、まさにまあちょっと近いところですね、創作物とか、ちょっとメタ的な財宝になるというか、そうですね、実際ロジャーがね、読んだら笑っちゃうような痛快な漫画みたいなのがあるんじゃないかなって、実際ね、あの人人の身のモデルのニカって、あれがなんかあの五老星のおじいちゃんたちにふざけた能力みたいにね、こう言われると思うんですけれども、はい、あれってなんかいわゆるカートゥーンのみたいなやつだと思うんですけれども、遊戯王でペガサスがね、使ってたトゥーン化するみたいなやつがあるわけなんですけれども ね、はいはい、あれだと思うんですよね。周りのものをカントゥーン化するみたいな感じの能力だから、手が伸びたりとか地面がぐにゃぐにゃになったりだとか、すごいダメージ食らっても生きてるみたいな感じでなんとかなったりみたいな、はい、トムとジェリーなんてもうゴムゴムの実の能力者じゃないですか。そうですね、やはりニカが活躍する何らかの絵本かフィルムか、そういうものが財宝なんじゃないか、うわすごい予想しております。うわすごい、いやめちゃめちゃ面白いっす。なんすか結論がもうワンピースイコール温泉っていうことなんですよね。莫大な温泉。そうですね、結論が莫大な混浴温泉、きっかけってあるんですか、この考察をし始めたきっかけというか。きっかけがですね、まあ、はい、一番に書いてあるんですけど、最大のヒントっていうのが、はい、空島に出てきたゲダツで、ニカとゲダツのリンクに気づいたことが、はい、まず一番最初のきっかけで、まあ何がリンクしてるかっていうと、太陽の神ニカに対して、はい、ゲダツはなぜかここに日の丸があって、太陽、はいはい、日の丸とは太陽、はい、リンクがあり、苦悩から解放する戦士に対して、下脱の下脱っていうのが仏教用語で苦悩からの解放を意味する、はいはいはい、人を笑わせる戦士に対して、はい、うっかりキャラで、まあ、ギャグキャラの人を笑わせるキャラっていう感じのリンクにまず気づいたところが、全然別の考察でこれは気づいて、でその後に、はい、そういえば下脱ってあの表紙連載やってたな、じゃあ表紙連載ちょっと読み解いてみようと、はい、もし下脱とニカがリンクしているんであれば、まあ、ニカが何かしたことを、はい、表紙連載を表したのかなっていうところから始まって、でその時点ではまだワンピースが温泉っていうのは全く考えていなくて、これ僕がちょっと作ったワンピースの世界の年表なんですけど、はい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 、おそらく太陽の神ニカが実在したとするなら、青丸の開演歴1年あたりに実在して、でここで巨大な王国が
誕生したんじゃないかと、巨大な王国が、まあ、出来上がるまでの出来事が創始連載に描かれているのかなっていうふうに考えていったんですね。でよくよく考えると、初めて巨大な王国っていう言葉が出たあのクローバー博士のコマあったじゃないですか、はい、巨大な王国の周りに煙、そういえばあったなって、煙にこう囲まれた絵だった。はい、もしかするとその煙っていうのが湯気なんじゃないかっていう風に考えたところから、ちょっとこうよぎり始めて、ワンピースっていうのはもしかしたらニカが見つけた温泉を含む巨大な王国なんじゃないかと、そういう風に考えると、ラフテルの描写も結構霧みたいなこうかかってると思うんですけど、あのクロッカスの後ろにラフテルがあるクロッカスの描写、あれとかももしかしたら湯煙なんじゃないかと。ただラフテルに関しては巨大な王国が多分ですけど切り取られた一部なので、どこかこう環境が違う場所にあるので、その湯煙がザーッとこう、まあ、風なのかわからないですけど、はいはい、まあ、ああいう状態で描かれているのかなっていう。この温泉の表紙連載で出てきたキャラっていうのが、最初にゲダツが出会ったのが、まあ、ゴローっていうこの老人なんですけど、はい、このゴローっていうのがおそらくゴローからゴロー星を表しているんじゃないかっていうふうに考えて、まあ、つまりゲダツと老人ゴローの出会いはニカとゴロー星の出会い、まあ、ゴロー星の正体っていうのがかつて実在した巨大な5つの島のそれぞれの5人の王の末裔っていうのが現ゴロー星なんじゃないかって考えていて、巨大な5つの島の五王とニカの出会いっていうのを、はい、あの表紙連載のまず五郎との出会いで表しているっていう。でちょっと端折っていくんですけど、はい、でその後あのゲダツがモグラと出会って、モグラを改造して乗り込んで地下を掘り進めていくっていう描写があるんですけど、はい、これが僕はプルトンに持って青色の星を開拓していったっていう風に紐解きました。でこれってなんでかっていうと、プルトンはギリシャ神話ではプルトン、ハデス、まあ冥府の神、地下の神って言われていると思うんですけど、はい、で日本神話ではこのモグラっていうのが地下の神オコロっていう名前で出てくるんですよ。その地下の神っていうリンクから、おそらくこれはプルトンにあの乗り込んだっていうのを表しているんじゃないかっていうふうに考えました。で、はい、このモグラのヘルメットに太陽のマークがあるんで、なんかこれもなんか太陽の神ニカとかを表していそうだなっていうふうに考えました。まあ、最終的に温泉島をゲダツは作るんですけど、この温泉島がおそらくこの巨大な王国を表しているのかなっていうふうに考えました、はいはいはい、ちょっと類似点があったりとかして面白いんで、また後で見てほしいんですけど、はい、そこでワンピースっていうのは、まあ、温泉かもしれないっていう風に、はい、まあ、ここがまず起点になって出発点になって、はい、物語全体をもう一回こう1話から洗っていったら、とんでもないぐらい温泉とかお風呂銭湯とか、なんかそれに関する本編の描写だったり TBS とかとんでもないぐらい大量に出てきて、はい、でまあその結果があのすごい長い記事になったんですけど、いろんな根拠の中で一番僕がすごい発見だなとも思ったし、小田先生も本当にもう天才だなと思った伏線がここに書いてあるあのバースの暗示っていうものなんですけど、はい、バースっていうのがあのまあ大地のことですよね。なんでそもそもバースって名前をつけたんだろうっていう、そのネーミングがなんでだろうって考えた時に、はい、お風呂じゃないかっていうことを基軸にして考えないと、はい、バースってただ何もない意味のない人前になっちゃうんですけど、お風呂っていうのを基軸にしてそのバースをバースウに点々でアーだと思うんですけど、 そうですね、はいはいはい、それをまあ歯に点々にしてバースにすると伸ばす棒をなくすとバスになって、でバースっていうのはお風呂、まあ、一説によるとお風呂バスの語源っていうのがそのバースっていう、イギリスの、まあ、世界遺産になってるんですけど、莫大な混浴温泉バースっていう地名なんですけどがあって、それがもしかしたらこのバースのなんか由来にされているのかなっていうふうに考えたんですね。で考えた時に、空島編って最後300話で話題になったコマだと思うんですけど、はいはいはい、ドンドットットでめちゃめちゃ話題になったところですね、はい、やつですね、めちゃめちゃ名シーン、まあ、どういうことが起きてるかっていうと、はい、まあ、シャンディアともともといたスカイピアの人たちが、まあ、ずっと奪い合ってたバースの上で戦いをやめてドンちゃん騒ぎ、仲良くドンちゃん騒ぎしているっていう描写だと思うんですけど、これっていうのがおそらく最終回を暗示しているのかなというふうに僕は考えて、これ何の上で宴をしているかっていうと、バースの上で宴をしているんで、実はこれ最終回でバスにみんなで入って戦いをやめてこういうバカ騒ぎをするんじゃないかっていうふうに考えました。はい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 、巷でよく、はい、ワンピースの正体イコール宴会説とか大宴会説とかっていうのがあるじゃないですか。で、はい、言ったらそれも結構含まれてる感じはしますよね、その温泉説って。そうですね、はい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 、含まれてますね、はい、これだけにとどまらなかったのがこのコマの次のページ、あの単行本なんですけど、SBS で、小田津様って言って、ゲダツについて触れてる SBS があって、さっきあの温泉を掘ってたゲダツにつながって、はい、その後に、アラバスタ あの印象的なお風呂のシーンなんですけど、あの幸せパンチの、はいはい。ここが描かれてたんで、そのお風呂のシーンに、これもすごいあの人気なシーンだと思うんですけど、はい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 、ここにもしかしたらつながってるかもしれないと思って、この話の SBS を見たら、あのさっきの、あのぐちゃぐちゃに書かれた
たルフィと同じようにぐちゃぐちゃに描かれたルフィがここに描かれてたんで、はい、やっぱりこの2つの話は繋がっているんだなっていうところと、そのつながってことをなんか思いっきりなんかこう示唆するんじゃなくて、なんかそれこそギャグに隠して繋げてる感じを出してるみたいな感じなんですね。空島のところとアルバスの温泉のところとっていう、ギャグで隠してるんだなっていう。で今の2つが描かれたのがアラバスタの方は23巻で、空島の方は32巻で、数字がこうひっくり返されてつながってるっていう、鏡のようにこうつながってる。アラバスタで倒したのがクロコダイルで、クロコダイルはまあ闇に潜んで影の存在みたいな感じだった。そうですね。そこの影の存在っていう部分でイム様とリンクしていて、エネルも天竜人神のイム様とリンクしていて、イム様とリンクする2人を倒した後に、まあ、お風呂に入ってるのとバースの上で宴をやっているっていうのが、これがスケールアップすると最終章になるんじゃないかっていうふうに、はい、小田さんが一番書きたい海賊っていう、はい、それは何なんですか。これはですね、はい、小田さんって、おっぱい大好きだと思うんですけど。はい、おっぱい、はいはい。パイオツ、うちのチャンネルではそれパイオツで共通してるんで、もし、ご迷惑でなければパイオツに共通していただいて。はいはい、パイオツをたくさん、パイオツをかなり描いてると思うんですけど。かなり、パイオツを描いてくださってますね、はい。もし、ワンピースの正体が莫大な温泉だとするなら、はい、まあ、そこで最後にみんなで、世界中の島でこう知り合った仲間とか、友達を集めてみんなで入ると思うけど、はい、そうなるとパイオツが列になってこう並ぶと思うんです。そうするとパイオツの列でパイレーなるほど、なるほど、小田先生っぽいな。描いたい海賊というのは莫大なパイレーツで、それは一つなぎになってるんで、サンジとかがこれが俺のワンピースだみたいな感じで、はい、鼻でなんか飛んでいくのかなっていう風に、はい、いやいい感じで飛んでいきそうですね。かなり地の果てまで飛んでいきそうですね。小田先生っぽいし、しかもなんかゆでろんさんっぽさもあるし、なんかかなりのハイブリッドな感じがするような、ワクワクするな。それこのコラボ祭りでも結構その話題になって、最後の一コマどうなるんだみたいな、神木さんとかゆでろんさんとかもいろいろ話してましたけど、はい、この伊豆さんが考えるのはパイの列でパイ列、これを小田先生が書きたいって言ってんじゃねえかみたいなことですね。はい、なるほどな。いやでも小田先生っぽいな、ちょっとは。温泉説で、まあ、面白いのがロジャーの言ったこの世の全てをそこに置いてきたっていうのが温泉であるならば説明することができて、富名声力だと思うんですけど、温泉に入る時っていうのは、誰もが裸になって小銭を握りしめて入る人もいないし、はい、武器を持って入る人もいないので、はい、富と力を置くと。でワンピースで力の象徴的なものっていうのは悪魔の実だと思うんですけど、はい、温泉に入ることでその力も使えないので、まあ、力を置くっていうことになると、はい、で一番分かりづらいのがコブラのシーンでしっかり明確されているのかなっていうふうに思っていて、はい、それが明確で裸の王などいるものかと、権威とは衣の上から着るものだっていうふうにコブラが言ってるんで、はい、いや、それつまり裸になるっていうのは、まあ、明確を置くっていうことになるので、はい、なのでこの世の全てを置くっていうのはこの世の全てイコール富明確力なんで、はい、それを裸になることで置くことができるっていうのが結構、はいはい、割とこの温泉説の肝の部分なのかなと思ってます。肝の部分だな。でそこがまあ平等とかっていうところにつながっていく。でそのまま世界をひっくり返すというか、今の支配体制をなくすこととか、真実を知ることとか、歴史を知ることとかにつながっていくみたいな、なんかそんな感じですよ。結構なんか温泉なんて嫌だみたいな感じ のお声もいただいてるんですけど、漫画の世界でとどまらないものだからこそ深い意味があるのかなと思ってて、はいはい、ワンピースがこう終わった時に温泉であるなら、温泉によってこう僕らも平和をもたらすことができるかもしれないというか、実在するからこそこのワンピースっていう話になんかより深いものになるのかなって思ってて、ワンピースの正体に関して、まあ、温泉説とか、まあ、服のワンピース説とかで、あとまあ漫画説とかね、なんかいろいろあるんですけど、宝払いをワンピースで返すことができないんだよね、やっぱり。私も、一巻一話に仕掛けられた宝払いっていう伏線は、絶対に綺麗に回収されて叱るべき。で、それが、まあ普通にルフィは大海賊になったから、もうお金にも余裕あるから、宝払いで返しに来たぜでも別に現実的にはいけるんですけど、やっぱそれがラフテルで見つけた宝、それこそポケットに入っている一枚のね、ワンピースで、牧野さんにその宝払いの借金を返すっていうのが、なんか一番、しっくりくると思ってる。1話の宝払いの伏線をワンピースで返すっていう未来が一番こう綺麗な感じがするっていう。黄金っていうのが古代兵器に使われそうな感じもするんで、マジ最新のヒントとなってるのが、ワンピースを取りに行こうぜっていうさ、ストレートに捉えるんであれば、持ち運びができるものプラス、何らかの目的が付与されているものというかね、その宝自体に、
うん、ってなるとやっぱり黄金プルトンの材料として使うが俺の中では一番しっくりくるんだよな、やっぱりな。ワンピースの正体は黄金としての価値もある。宝払い最後は牧野さんに1枚渡して宝払い回収みたいなね。あとはプルトンのために世界をひっくり返すために使うとか、まあ、ルフィとロジャーの同じ言葉っていうのが世界中を巻き込む大運動会を開催するんだって言ったと思うっていうところから、まあお話ししていきましたと。夢の果ての話ですね。大運動会ってなんでだよっていうね、海賊の物語で急に大運動会だよってことなんですけど、まあこれの根拠を順番に話し始めていると。でまあこの夢の果てとか同じ言葉とかワンピースの正体っていうのに大宴会が絡むっていう考察が多くて、でまあその大宴会の、お話もさせていただき、矛盾となるのがまあガキでもあるめしっていうね白ひげの発言があるんで、宴会とガキっていうのがこう結びつかない感じがするんで、そこはちょっと否定される材料になるのかっていうことと、で、フリーメイソンの話とかテンプル騎士団の話、これがもうワンピース数々のこうオマージュ描写ね、神話とか小説とか他作品の漫画アニメ実在する海賊とかっていうオマージュがある中で、このワンピースの根本的な設定にはテンプル騎士団オマージュとかフリーメイソンオマージュっていうのが描かれていることが多いと。他の例えば狼少年とかさ、浦島太郎とか今回の桃太郎とかもそうだし、あとは名前でこうチュイアプーとかさ、エドワード・ティーチ、バーソロミュー・ロバーツとかさ、でそういうこう箇所箇所で名前だけオマージュとかその時の物語だけオマージュっていうのがあるんですけど、そのテンプル騎士団オマージュに関してはもう根本的なその23人のテンプル騎士団の歴代総長の名前のそのほとんどにこの DE っていうね文字がついてた、ドっていうね、 DE とか言ってドっていう文字が、最後の団長がチャック・ド・モレー、初代総長がユーク・ド・パイアンだっけ、ほとんどにドがついてる、23人中20人に DE がついてる。でこれはまあ DE の一族なんじゃないかとかね。であとはテンプル騎士団は当時のフランス王国の総財産を超えるぐらいの莫大な宝を持っているって噂されていたり、でこれはまあロジャーがラフテルで目にした莫大な宝で、ジャック・ド・モレー最後の団長はフランス王国に、要するに国にこう処刑をされる、でそれが公開処刑であったと。でその公開処刑の時にまあ予言とかもしてんだよね、未来予知みたいなとかっていうのも、まあロジャーの公開処刑とかモンブラン・ノーランドの公開処刑とかその辺とつながっていくし、まあ予言とかも宝すべてそこに置いてきたとか、黄金鏡は実在するとか、その辺が未来予知になり得ると。でまあ公開処刑もオマージュとしてあるでしょう。でテンプル騎士団の最後の総長ジャック・ド・モレーは処刑をされるんですが、処刑されたその墓を残された団員たちが掘り起こすんだよね。掘り起こしたその瞬間がもう頭蓋骨と2本の骨がクロスしてある状態だったみたいな伝説だよね確かね。でそのまま、回収して、それをシンボルとして、人は2本の骨と頭蓋骨さえあれば復活できるっていう、こう願いも込めた伝説みたいになっていって、それがジョリー・ロジャーと呼ばれるシンボルであり、この現実世界における海賊旗とかの始まりだったみたいなね、最初の海賊旗で。このジョリー・ロジャーの話とかも小田先生一巻の SBS っていう名前がつく前からもうジョリー・ロジャーの海賊旗の話してるし、新年の象徴とか死の象徴とか、ドクロマークの話とか海賊旗の根本なんで、まあこれもワンピースに採用されているだろうみたいなね。テンプル騎士団はジャック・ド・モレーが処刑されて新たな総長を立てることなく、異色職人としてその身を隠す者と海賊として海に出る者の2人に分かれていき、でそれがその異色職人の方とか、それが後々こうフリーメイソンになっていったみたいなね、まあ、ある種都市伝説もちょっと入ってるんですけどね、真実事実都市伝説とか、まあ、その辺がごっちゃにもなっているとは思いますが、まあ、そういう伝説になっていると。でこの異色職人っつったらもうポーネグリフを残したね、古代文字をの読み書きみたいなので言うと異色職人光月家とかね、海賊になっていったという話だから、最初の海賊はじゃあワンピースの中で誰なんだってなったらジョイボーイだったのか、 D の一族、莫大な宝、公開処刑、未来予知みたいな予言で、海賊旗とかドクロとか頭蓋骨とかその辺でプラス最初の海賊、最初の異色職人光月家とかで、フリーメイソンにこう脈々とその D の意思が受け継がれていくその感じとかっていう、もう根本的設定がとにかくフリーメイソンテンプル騎士団に採用されてますと。でここから要するにワンピースの正体、ひとつなぎの大飛行の正体に関しても、こんだけ重要設定がテンプル騎士団オマージュであるんだから、ワンピースの設定もその先に見えてくるんじゃないかっていう考察。そんな中紹介したのがそのね、ピエール・ド・クーベルタンっていう、フリーメイソンの会員であり、第1回オリンピックだよね、要するに。だから古代ギリシャで行われていたオリンピア大祭っていう競技大会のお祭りを現代に復活させようとして頑張っていて、で第1回アテネオリンピックの開催にまでこぎつけたのがこのピエール・ド・クーベルタンっていう、その名に銅を持つフリーメイソンメンバーでもある人物だと。でこのピエール・ド・クーベルタンに
こう注目していって進めていく考察っていう、とにかくオリンピックとか運動会っていうのがまあ一見聞くとそんなわけねえだろうなんですけど、よくよく考えるとそのオリンピックっていう意味で言うと聖火リレーって炎をこうリレーのようにつないでいって聖火台に炎を灯すっていう儀式なわけですが、ワンピースの世界にはね、炎っていうものがリレーのように受け継がれていくような描写がいろいろありますね。あいつらの炎は消えやしねえみたいなね、ロジャーの石が継ぐものが現れるようにエースの石も継ぐものも現れるみたいな、そうやって脈々と受け継がれてきたみたいなね、あいつらの炎は消えやしねえもありますし、ね、シャンドラの火がカルガラからワイパーにまでこうね、シャンドラの火を灯せ、俺たちはここにいる、あの黄金の鐘を鳴らせっていうのが受け継がれてきたもありますし、これが聖火リレーをモデルにしているものなのかとかね、それで言ったら一巻一話ルフィ初登場シーンのルフィが着てる T シャツの文字にアンカーと書かれていると、これが聖火リレーのアンカーをイメージしているんであればその辺もね繋がっていくんじゃないかとかね。であとはまあオリンピックのそのシンボルが平和の象徴のね五輪のマーク、皆さんも目にしたことあると思いますが、それとこう対をなすような形でその正反対の性質の旗として、5つの円で表現されたまあね十字になっている4つの海とその中心マリージョは支配の象徴、不平等の象徴となるこうシンボルも描かれている。でそれをウソップが打ち抜くねそのシーンもあったり、クーベルタンが成し遂げたのがこの五輪のマークを生み出したっていうもう一つの功績なんですね。オリンピック開催を成し遂げたのもそうだし、五輪のシンボルを生み出したのもクーベルタンなんで、それで言ったらこの旗っていうもの、まあジョリー・ロジャーもそうですけど旗っていうものにもフォーカス当たっていく感じはあるのかなっていうので、次にお話ししていきたいのが要するにデイリーバックファイト編、差別を受けることなくいろいろな種族が一堂に会し競技をし、最後にはそのね勝者が敗者の旗を書き換えるっていう異例のこうラストで締めくくられた。銀狐の国士も今考えるとね、クロコダイルのロジャーに負けた銀メダリストっていう発言もありましたが、あれもだからオリンピックとか運動会っていう概念がワンピースにあるのかで言うと、まああのクロコダイルのあの発言がね、銀メダリストっていう言葉が出てる時点で概念はあるでしょうっていうのね。このシンボルがだからさ、シンボルを変える物語になるんじゃないかっていう話なんですよね。その今の世界政府のシンボルは中心にマリージョがあって、4つの海が5つの円で表現されている。で、五輪のシンボルも5つの円でまあ表現されている。世界政府の支配を終わらせて旗を変えるっていうエピソードが絶対に来ると思ってて、でもその五輪のマークを完全にパクることは絶対にしないと思うんですよね。どんなじゃあ旗になるんだっていう、5つの何かで表現できるものでシンボルに適しているっていうので言ったら桜だと思ってんですよね。これでかなり想像しちゃえるよな多分。いやだからそこがね、あのヒルルクのところとここ絡んだら激アツだろう。最後世界政府の旗がどういう旗に変わるのかで奇跡の桜絡んできた激アツだろう。もう泣いちゃうよそれ俺は。